にちは、みずきあおのメイク動画です。イエーイ。今日はよく聞かれるんですけど、涙袋どうやってるんですかとか、涙袋ってもともとこんなんなんですかとか、いろいろ聞かれるんで、今日は涙袋をやってみました。いろんな方法やみんなが持ってるものでできるので、ぜひやってみてください。それではどうぞ。はい、それでは始めていきます。まず、あおがいつもしてる涙袋のやり方は、ケイトのカラーシャスダイヤモンド BR4 番と、いつもやってるのは、この白の部分とキラキラした部分を混ぜて、こうトントンとして、ここのこうやって笑った時に出る、この目の下につけます。大きい方でつけて、これだけでもいいねんけど、ここから、眉毛のピボペンシルアイブロウ EX、これを、影にします。こうやって笑って、ここにさ、ちょっと線あるやん、ここをこうやって塗ります。そしたら涙袋ができます。これがいつものやり方です。じゃあこっちに、じゃあみんなこのやつ持ってないとします。なんなら、その時は普通の白の、ハイライトとかに使うやつでもいいし、白のシャドウで大丈夫です。ドドのアイシャドウ P13 番、これを手に取って、こうやって笑って、目の下につける。こうやってつけて、んで、まあ眉毛のペンシルがないとしましょう。んだら、その時は、ケイトクイックアイライナーの BR1 番、自然な茶色。このリキッドの茶色の、と、ケイトのやつやったら結構薄く、いい感じにできるので、これはおすすめです。これで、線を引きます。こうやって、まあ、このここに描きすぎたら結構クマみたいになっちゃうから、目のこの黒目の下ぐらいをここを描いて、ティッシュ綿棒で少しぼかすと、いい感じに涙袋ができます。そしてちょっと一旦片方取ります。ちょっとだけラメ残ってるけど、まあ影は取れたんで、まあ、こっちとこっち比べたらちゃうと思うねんけど、あと、ピンクのシャドウとかでもできます。ピンクのシャドウとかやったら、ちょっと可愛くなるのでおすすめです。ヘイミッシュのアイパレット。今日はアイパレットのピンクのやつを使うんですけど、この、ここのキラキラ、ここのキラキラと、ここのキラキラ。あと、ここのキラキラもいいね。結構キラキラしたのとかは、おすすめかな。じゃあ、今日はこっちにしよう。ここのキラキラをつけます。薄ピンクのキラキラを涙袋にささーっと乗っける。ちょっとつけすぎたな。この香り言ってもやな。ほら、ピンクったらちょっとなんか可愛くない？青だけ？あ、違う？さあ、これに、これもいける。ヘビーローテーションのパウダーアイブロウ&ノーズシャドウ03アッシュブラウン。このいつも眉毛に使ってるやつなんですけど、これのこの細い方で真ん中の茶色の色を乗せて、で、ここにこうやって笑って、スッと入れるだけで、また涙袋ができます。涙袋を描くことによって目が大きく見えるからおすすめです。ちなみに、こうやって、笑って、この、笑ったところにできる線にも、線に青やってるねんけど、ちょっと待ってや。ちょっとキラキラが残ってるけど、まあ、気にしんとこう。はい。今、落としたんですけど、この涙袋の影もなくて、なんもない状態なんですけど、あとは、涙袋の幅を調節することによって、目の形が変わる。この、ケイトのシャドウなんですけど、細い方のチップあれじゃないですか。こっちを、この、まあ、白かこっちどっちでもいいねんけど、まあ、どっちかをつけて、両方でもいいし。この涙袋に細く描きます。このチップの幅で。ちょっとわかりやすいように白にします。わざとちょっと濃いめに描いてます。で、
さっきのペンシルでちょっとこうやってわーった時にできるやつじゃなくて、もうちょっと上ぐらいに影を描く。はい、そうするだけでちょっと目の形が変わって、こっちの方が涙袋ちょっと狭め、こっちの方が広くなってる。こんな風に涙袋を調節することによって目の形を変えたりモノマネメイクができたりするので、ぜひ皆さんもいろんな方法で涙袋作ってみてください。はいはい、どうでしたか。涙袋は結構影を作るだけで変わるし、色を変えるだけでも雰囲気が変わったり、狭めるだけで目の形が変わったりといろいろあるので、ぜひ皆さんもいろんなやり方でやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたね。